件にしてもいいんですよね。じゃあお前ブレイキングダウン出んだよ。出れるんだったら傷害事件じゃねえじゃん。怪我してねえじゃん。元気じゃん。怪我してるんだよ。普通に。MRI も撮ってんだよ。見せて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 て今持ってきてるわけないだろ。じゃあ足見せて、足見せて、足見せて。わかんの？いや、わかんない。自分医者なの？わかんない、わかんないから。判決版だぞこっちは。だからなんでバーガー、うるせんだよ。じゃあ同じことしてあげるからここに立っとき。試合でしてあげるって。ブレイキングダウンを怪我すなお前ら。ほんと誰？誰じゃねえだろ。スタッフさんたちみんなどんだけムカついてって思ってんのお前に。分かった分かった。何が綺麗事は？あ、承知なんじゃねえよクソガキが。声でか、声でか、声張らないと何がなるの？おめえには分かんねえだろが。もういいっすよ、次行きましょう。あ、記者さん質問なければもう次のグループ。じゃあこの質問で終わりにしたいと思います。はい、所有ニキさん平石さんに質問なんですけども。